県選手を、答えが書いてある。次23問。鉛筆まで持ってないですか？持ってない。ドリームキングダム。私ね、あそこにある。いけるかな？イエーイ。うわ、2人とも白だ。黒か。お、白と迷ったんですけどね。あー、そういうとこじゃない。そういうとこだよね。本日2個買っちゃったよ。サテライトスタジオよりお揃いできるよ。え、なんかね、2枚届いた。ライブの日程なんだっけ ?9 月の、なんか9月の最後が、シルバー。これ、よかったら来てください。あ、これ今日じゃあ宣伝しちゃえばいい。うん、宣伝する。うん、モサです。まるで本当が起きたようなクレイジーな、ちょっと笑ってるよねって言われちゃった。そりゃそうだ、これ笑わずにやる方がすげえ。まるで本当が起きたよ、キーボード梅ちゃん、ベースかなやん、そして私この笑ってる感じが本当に一緒に撮ってるっぽくない？ヒーリーと、うん、そうだね、そう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 。いいでしょこれ、どれがいい、これ、まさにこれがいい。はい、始まる始まる始まるよ、始まるよ。はい、8月26日午後6時を回りました。ドリームキングダムホッサジャパン11回目の放送です。パーソナリティは、せーの、ホッサでーす。イエーイ、よろしくお願いします。今日は珍しいね、梅ちゃんお休みだね、うん、はい、初めてだね、ね、うん、なんか金谷いない率がね、勝手にね、高い感じになっちゃってるけど、ね、希少価値、梅ちゃんがいないっていうのも、でもなんかさ、こうやってさ、始まってみると梅ちゃんいてもいなくてもあんま変わんない説。なんでそういうこと一番言っちゃいけないやつ。やばい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 、絶対ダメでしょ。ね、でこれ意外に聞いてるかもしれないしね。あ、意外に ね、それはあるかもね。梅ちゃんごめんって本心じゃないから。なんで来れないの？今日はなんで来れないんだよね。言ってたじゃないですか。そう、いやらしい用事だって言ってたじゃん。え、そうだっけ。そうだよ、ありなの？いやいや、それは優先しようよっていう話になってる。皆さん信じるからやめてください。いやいや、大事じゃん、やっぱそういう私生活も大事にしていこうっていうね。まあそうですね、まあちょっとね、称えたいよね。称えたい、何を称えるの？いやいや、しばらくなかったでしょうから、梅田さんはないと言ってたんで。それダメなんじゃない？それ NG なんじゃない？むしろやばい、やばいね、やばいね、やばい。一心分かってないね。ああ、そうかもしれないね。すいませんでした。でもなんか今回ここの1ヶ月長かった気がするけど。うん、確かに本当にそう思う。ね、なんかあの、インターバルがすごい長いイメージだったけど、まあでも1ヶ月だもんね。ね、充実してたのかな。いや、多分ね、あのライブとかなかったんじゃないか。ありましたよ、13日ライブでしたよ。あったね。秋月結構でも忙しいですね。そうだね、確かに。私も引っ越ししたりとかあったし。なんかいろいろあったね、確かにそうやってみると、うん、ありましたよ、何言ってるんですか、ライブやりましたよ。ライブで1周年迎えましたね、ホッサは結成して。結成いつなんだろうね。いやいや、14日でしょ。あ、そうだ、そうです。あ、それが結成ライブでしょ。結成ライブが結成だと思ってるけど。え、結成した日程、初スタジオじゃないの？初スタジオは全然、だってまだメンバーじゃないと思ってた人いたんだ。あ、ここの、ここにおられる。そうそうそう。いや、ここにいない人でしょ。いない人。あ、梅ちゃん？あ、梅ちゃんがそうなの？そうだよ。だって、かなやんはちゃんとバンドやるからやろうよっていう誘い方して。バンドやろうぜって言ったの？バンドやろうぜって電話して。言ったんだ。青春だ。うん。梅沢さんには、うん、なんかちょっと音合わせするなんかやろうよ、そうそう、ふわっと騙して連れてきたのね。そう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 。あ、なるほどね。で、初ライブで、うん、あのブレイクがある曲があって、そのブレイク中に梅ちゃんこのメンバーでいいかなみたいな聞くっていう、はい、ちょっとトリッキーなことをよくしてましたね。そうだね、はい、確かにあの時っていうか、去年は割とさ、うん、あのライブ中に発表されることがいろいろあったよね。ありましたね。これがまさにそうですけど、ね、うん、そうだね、これもそうだったね。ラジオもそうですね、うん、ラジオもライブ中に発表したね、うん、確かにね、うん、そうね、そうやって楽しさをなんか、そうね、うん、見出してたというか。そうそうそう、意外となんかお互いのことあんまり知らないで結成してるから、ノリだけは合ってたから、最初はね。そうだね。そっからなんかもうどんどんいろいろ、どこに住んでるんですか、うん、みたいな感じで始まった感じだから。ご趣味は？そうそう、そこはやっぱり全然ライブはやったことあったりしたんだけど。そうで、気がついたらイズがメンヘラになってたもんね。そんなことないよ、信じるからやめてよ。一番違うよって話したじゃないですか。一番違うよって話しましたよ。そっかそっか、いいんですいいんです、そのキャラで収まるんだったら、まあ、いいんですよ。
はい、大丈夫です、うん、ね、なんか、うん、今日ね、その、うん、ラジオで何の曲流そうかなってすげえ考えてたんでね。そうそう、私も聞いてないなと。そうそう、うんうん、ダウトにしようかなとも思ったんだけど、うん、でもね、なんかね、ダウトは、うん、あのライブ版がいいなっていうので。あ、確かに。そうそうそう、で、うん、ライブ版探してたんだけど、ライブ版なんかいい音のやつがあんまなくってね。まあもちろんレコーディングテイクも結構ダウトはいいんだけど、うん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 、なんかホッサのライブってメンバー内でもちょっとしたサプライズ的な感じで、うん、なんて言うんだろうな、トリッキーなことがあるじゃないですか。そうだね、うん、なんかちょっとその動揺を見たいみたいな感じで、うん、かますみたいなのが、そう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 、みんなでかまし合うっていう、あるんですよね。よくないでしょ。だからなんか、うん、あんまりそのびっくりしちゃう、びっくりしちゃってわわわってなっちゃってる演奏とか結構多いんですよね。皆さん気づいてる方もいるのかいないのかわかんないけど。そうだね、でももしかしたら何回か見てくださってる方は、うん、多分そういうのも、うん、あれみたいな、そうだね、今なんかいつもと違うことやっちゃったのみたいな感じはもしかしたらあるかもね。発作テストにそういう問題出るから、あ、やばー、もう全然思い出せないからね、夢中なことなんか。そうだね、私もあんまわかんないから、出題する方も結構大変ですよね。確かに、記憶とか、ね、そのね、ダウトはちょっとね、よければみんなライブを見に来て聞いてほしいなってのがちょっとあったから、ね、あのここでね、また、うん、あの再確認ね、うん、あのまあ今からちょっと聞いてもらおうかなって思うのが岩野トミーなんだけども、うん、これレコーディングテイクが実は一番スピードが遅いっていう有名な曲じゃん、うんうん、レコーディングテイクを聞くのこれから。そうそう、ほうほうほう、だからこれをあの一回あの、うん、元々どんな曲だったのかってのを僕たちが確認しようっていうコーナーだね。最近じゃめちゃめちゃ早いから、ね、そうなんだよね、うん、でもさっきじゃない、この間のなんかリハーサルの時に最速を目指してみようみたいな感じで、うん、ちょっとやったんだよ。めちゃめちゃ早くカウントしたんだね、うん、そしたらもう無理だったよね、うん、あの速度は無理だね、うん、もう最初のユノトミだけいける、うん、そうだね、もうその後おーおー140ぐらいだと思うんだけど、噛みすぎても血だらけになりました。結構きついね、うん、だからあの、あれ、そうだね、うん、あ、もうここやったら無理だなって。あの、やっぱりライブはさ、うん、あの程よいところを攻めてるよね、やっぱり。いけるかいけないかみたいなところをさ、攻めてきてるからさ、うん、でも盛り上がる、盛り上がっていただいて、そうだね、うん、結構ね、結構あの、うん、印象にも残ってるみたいで、うん、私ソロの方の活動だとこの曲、そのスローにやってるんですよ、 AOR みたいな。おー、いいじゃん、なんかしっとり、うん、だからもうすごい遅く感じるんだよね。そうだろうね、そうだろうね。前に行かなきゃ、前に行かなきゃっていう気持ちでいつも歌ってるだろうからね、うん、そうなんですよ、それが出ちゃうとまずいんだよね、うん、そう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 、でちょっとね、あの、うん、ライブバージョン、まあこの音源はこのラジオでしか流してないから、うん、あのライブしか見たことない人は多分聞いたことがないはずなんだよ、うん、うん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 、もともと僕たちはどういう気持ちで作ったんだよっていうのをね、うんうん、これを聞いてね、はい、で僕たちもちょっと再確認をしてね、はい、はい、ちょっと皆さんにぜひ聞いていただきたいと思います。はい、聞いてください。ホッサでユアノトミ、あ、噛んでる、ホッサでユアノトミです。はい、ありがとうございます。お、配信をご覧の皆さん、こんばんは、ホッサでーす。すごい、せーのなしで言えない言ってなかったけど、あれめっちゃ聞いてました。こんばんは、皆さん、ホッサでーす。ゆっくりだね、うん、ここの忘れてがね、ちょっと無理になってくるんだね。こういうノリなんだね、こういう。そうそうだよ。すごいゆっくりに感じる。そうでしょ、うん、下手したらこれでもう演奏できない説あるよね。ちょっと無理、そんなことないです、私は。だって、いや、だ、遅いのもやってるから。いや、多分もっと早くとかって言い出す。ブンブンし出すでしょ。もうちょっと上げて上げてみたいな。でもこの曲は今一番評判いいんじゃないの、どうなの、うん、一番というか、まあ、凍結ってのもあるし、うん、なんか明るいじゃん、うん、こマイナー、いや、だいぶメジャー、メジャーですよね。あ、メジャーのメジャー曲なんだ。メジャーのメジャー曲が少ない、そんなことない、結構マイナー調じゃない、まあ、でもどっちかっていうとそっちの方が。ひまわりはメジャーなマイナー曲だよね。まあマイナー解釈によるとは思いますけど、メジャー。あ、メジャーなんだ。あ、そうだ。へー、マイナー、マイナーじゃないんだ、もうマイナー好き
きなんだろうね。うん、じゃないかな。うん、そうね。ダートみたいな曲また作りたいんだよね。まあね。うん。遅いね。遅いよね。俺弾けないっすね。そうでしょ？わかるわかるわかる。でもぴったしか120だから。可愛いなんか声が。え、なになになに。え、ひまわりの方が可愛いよ。可愛くなんないよね。オッケー、じゃあちょっとそろそろ喋り出そうか。喋っていこう。少女やな。あの、ちょっと音ちっちゃめにしてもらって、で、それ喋りますんで。はい。はい、聞いていただきましたけども、はい、岩野富、はい、どうです？うん、いい曲だね。もうだからそのクソ遅ない。まあまあまあ、その問題はもうだって今始まったわけじゃないぐらいだよね。ね、うん。なんでだろうね、誰も言ってないのに急に早くなったよね。いや多分僕のせいなんだよね。カウントだもんね。そう、これカウントスターズだから。確かに。うん。まあね、アドレナリンがね、そうだね。ますから早くなるのは。でもソロやりやすいでしょ、最後ソロで吐けるんだけど。あ、確かにそうですね。そうだね、そこのテンション感は持ってきやすい感じはあるよね、早い方が。ゆめちゃんもじゃんじゃん弾いてるもんね。じゃん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 。こんなんなってるから、こんなんわかんないね。チューンね、チューンね、チューンね、そうそうそう、通称チューンね、イキリチューンね。聞いてますか。いない人いじり出してるじゃん。いないのがいい。そうだね、いないのが良くないよね、確かにね。そうなんだよね。だからこの曲、まあでもこのテイクはこのテイクのテンポでいいかなっていう感じもするけどね。まあまあまあ、この時のっていうのはね、うん、聞きやすいし、うん、嫌な感じもないじゃん、うん、そうですね、うん、うん、まあなんか歌詞の意味とかは、まあ、聞いてくれてるな。いや、全然聞いてない。何そういうこと言うの。いや、意外と聞いてるからね。いや、聞いてない、全然聞いてない。テストで一番いい点数。いやいやいや、まあ、また出ますけどね、今日。いやいやいや、だから歌詞問題が一番やばいんだって。いやいやいや、私作ってる身としては歌詞を聞いてほしいですよ。もうだからその意外とでも間違えると気づくじゃん。そうだね、気づくね。気づく、だから聞いてんだよ。間違えると気づくけど、間違えないと聞いてないよね。わかる。聞いてあげて、バンドでしょ。なんだろう ね、今レコーディング進めてるけどさ、うん、ジャケットの写真が決まりました。あ、そうなの。だっていうか、まあ、ちょっと候補を持ってきましたよ、後で、まあ、後に。だからそれで徐々に進めてって、いつ頃に発売するのかな。目標はまあ今年でしょ。今年中にはやりたいよね、うん、うんうん、進みがすごい遅いから。今年って言っちゃったわ。いや、言ってくれてありがとう。私も言わそうとしてる。いや2周年にしようかなとも思ったけど。ちょうど来年。ちょうど、そう、ちょうど2周年の発表でもよかったかな。遅いですか。遅いかな。曲また上がってきますよ、どんどんね。うん、で、どんどん全部アレンジも変わっちゃってね。初のアルバムは この曲なんだみたいな。10曲かな。え、そんなにあるの。あるある。今やってる新作っていうか、新曲の、あ、そうかそうか、新曲とかも入れてってことね、うん、曲があるので、うんうんうん、それ入れたら10曲そうだね、うん、まだ今半分ぐらいかな。そう考えるといけそうだね。うん、いけますよ、余裕でいけますよ、もうね。うん、え、まあ、いや、いけるよ、うん、うん、全然余裕だけど、多分卓力とかできんのか、いきますよ。そう、あのボーカルがやっぱり結構大変かなって思うね、やっぱり、うん、大変。その1日で何曲も取れないじゃん、ボーカルって。確かに。いや、取れるよ、普通はね。え、普通じゃないの。3曲ぐらいまでは取れんだよね。それは24時間かけてってことでしょ。いや、ただね、やっぱヤスに撮ってもらっちゃってるから、なんか喋っちゃう、いろいろ。なんかね、確かにあの脱線しやすいの。そうだよね、かかっちゃう、うん、いや、だけどこれ知らない中でびっちりして、あの撮ってもらってたら3曲ぐらいは撮れるよ。うん、うんうん、そうじゃないとコスパ悪いからね。そうなの、そうなの、そうなの、うん、ほら、うちはなんか休憩もあるしさ。休憩メインだから。ね、ちょっと休憩しようみたいな感じが結構あるからね。誰かが、うん、あの休憩しようっていうのを言うの待ちみたいなね。あ、うん、あるある。誰か行ってよみたいな。
ありますあります。そうだね、うん、だからよそよそしい感じだったら、うん、取れますよ全然。喉の限界とか来ないんですか。逆に開いてくるよね、ってことは開かずに来てるってことだよね。あらいやいや広げてる時もあるよ。ああなるほどね、うん、いや別に僕それを責めてないよ別にそれがダメとも思ってないけどまあでも結構なんかさあの、うん、鍵盤ハーモニカとかさ吹いてさ来てるぐらいかな、うん、鍵盤も吹いて、うん、広げて栄養ドリンク飲んで広がってませんでしたありますね、広がりますね。そうだよね、確かにさ、うん、こうどっかスタジオ借りてエンジニア雇って、うん、でやりますってなったら、うん、もう自分の体調の作り方から違うもんね。あそうそう、病院行ったりもするしね、ちゃんと耳鼻科行ったりとか、ね、2時間前とかにちゃんと起きてるしとかね、うん、してるしてる。耳鼻科はね毎回ライブの時は行ってる私。耳鼻科って 何が起きるの。鼻の中の掃除とか喉の薬塗ってもらったりとか、私気管があんま強くないので。あそうなんだ。そうそう、あとなんか海が溜まってないかとか、この間初めてあのポリープできてないか見てもらって、できてたの。いやどうして、言ってないからできてないでしょいやいや、こっそりと手術したのかなと思って。大丈夫でした。でもなんかこう違和感があるなと。あなるほどね、うん、思ったりして。あ、うん、そう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 、まあ、冷房とかね、いろいろありますからね。うん、うん、まあ、締め切ってレコーディングするからね、そうそうそう、仕方ないよね、うん、まあ、じゃあ、うん、そうですね、今日もそろそろ行く？行く行く。もうちょっとあの僕たちがヒヤヒヤするコーナー行く？行く。いいですか？じゃあ早速行きましょうか。発作テストのコーナーでーす。イエイ。発作への愛情が丸分かり発作テストのコーナー。イエーイ。発作テストですが、12月の放送最後に集計をして、うん、一番ポイントの少ない発作への足りないメンバーには愉快で楽しい素晴らしい罰を考え、まあ、必ず受けてもらいたいなと思います。ライブ中にね。ライブ中ってのが怖いよね。で、今日で3回目、8月の放送で3回目のテストなんですけども、ね、1回目2回目の結果ちょっと言っとこうかな、はい、1回目はまあねつまらない結果でね3ポイントずつだったの3人。あそうで2回目かなやん休みで、うん、ここで差が開いて、そうですね、やすくんが3ポイントかなやん0、うん、梅ちゃん1位。ああよかった、うん、よかったじゃない。よかったね、よかったね、巻き返せるもんね全然。そうだね、うん、はい、ということでね、うん、そんな感じの、はい、はい、じゃあ合計は6-3で梅ちゃんさんが4、うん、そうですね、まあ誤差だよねいやでもこれ広がってくる。だってあと 1,2,3,4,5 回あるからね、今日入れたら5回あるからね、やば、すごいすごいクオリティの罰を考えてるから今、うん、もう考える時間が長いとさ、わけわかんないことし、うん、させようとするじゃん。まあそれだからみんなで仲良く考えたいなと。私だけが考えるんじゃなくて、発作愛があるメンバーで考える。あ、なるほどね、はい、みんなで仲良くっていう言葉使うとなんか許されるみたいなさそんな感じでもいいね。映像ちょっと怖いね。それではいきますよ。はい、はい、お願いします、はい、では1問目、はい、4月18日に私たち発作も出演した川崎チッタライブありましたよね。ドリームキングダム15周年、はい、王子一生青春、青春ですが、うん、その際に ライブ中にマイクを向けられたメンバーの梅ちゃん、今日お休みの梅ちゃんね、うん、が放った言葉とは。はいはい、わかるんです。わかりますか。わかるんですけど、はい、文字にお願いします。文字にできます。やべ、あとなんか前言ったけど、こう面白かったら大喜利みたいにちょっとポイントを上げたりできるんだからねそっちの方が、こっちじゃないかもしれない。ちょっと待ってよ。はい、じゃあそろそろ締め切りたいと思います。送ってる？うん、送った。あ、来たね、うん、はい、かなやん、はいはい、はいって言った。すげー元気に、はい、はいって言った。はいって多分彼言いたかったと思うんだけどね、うん、あー新兵器新兵器。いや僕もはいかと思ったけど、うんうん、変えた変えた。うん、ヤス君はね、あ違う、うん、ヘイ、多分ヘイとも言いたかったかもしれない、うん、彼は、うん、正解はね、タって言った知らんわ言ってたじゃん、二人もあれに入っちゃって、バースに入っちゃってたから。そうだね、そこまで聞けてないかな、うん、そうそうそう、ソロ中だから僕たち、うん、まあでもあの、ね、DVD とかもあるのでね、そうだね、見返してみてもらったら、タって言ってんだ、タなんだ、
ったって言ってるから。あんだけリハでもちょっと振ってたのにタって言ったから。あ、タって言ってるんだ。うん、彼の中ではタだったんだよね。そう、じゃあすいません、二人とも不正解です。なるほどね。これむずいね。そう、いけたよね。いけた。これもったいないな。でもいけませんでした。では次の問題です。はい。現在アレンジ制作中の新曲のタイトルお願いします。はい、お願いしますね。5、4、3、2、1。なしでしょ。検索なしですよ今。そう、携帯でね送ってもらってるんですよ私の方に答えをね。ほうほう、まあ綴りは間違っててもいいわ。じゃあまだね、そうだね、そうだね、綴りがいっぱいあるので。カナヤン来てないぞ締め切りますよ。まあ、カナヤン不利は不利なんだけどね。そうだね、演奏してないから、ね、うん、まだ。まあでもふざけてる人がいますでもさ、あのこう送られてきたみんなで共有したのには名前ついてるはずだね。そうなんですよ、私もそれは分かってます、うん、でもこの間会った時聞いたってさ、いや聞いてないですね感じだったんで、まあそれは分かんないね。じゃあパッと見じゃん、もう。はい、うん、見たはずなんだけどな。はい、ではカナヤンはちょっとノクチルカ2ですね。ノクチルカ2 2個やっちゃったよね。ノクチルカ2、うん、ありそうだけどね。曲名の正解はバイバイですね、うん、安く正解です。いけた、いけたんじゃないか。これはいけた、いやいや、これいけると思うけど。だからカンニングしようとしたってことは、うん、送られてきたなと思って。そういうことで、あ、ボケ積もったな。じゃないやつを保存したかもしれない。で、安くん1ポイント獲得。よかった。はい、では次の問題に行きます。はい、時々ステージ上でテキーラを乾杯する発作ですが、初めてそれを行ったライブはどこででしょう。これ簡単だと思う。一番簡単だと思ってる。うん、思い出して。初めて。ホッサ乾杯ステージ上でウェイ。あ、ちょっと待って、あ、どっちかなんだよな、うん、いや僕もそう思う。さあ入れてください。違うかもしんない。ヤスくんから来ました、はい、どうしたかなや。かなやどうした。正解はシルバーバックでした。おい、シルバーバック正解したよ。ヤスくん正解。かなやんウッドストック。あ、やったかもしんねえ。ウッドストックでもね、確かに乾杯はしてる、ウッドストックでもやってる。どっちが先だ、そうそう、僕はどっちかというと、うん、あのウッドストックは最後だと思ってるんだよね、うん、去年もやってるじゃん、はい、で去年の最後だと思うんだけど、え、でも去年の最後にシルバーバックもやってる、いや、シルバーバックは結構早めにやってるよね。そうそう、早めにやってるし、だからそのノブもなんか早めにやったような気がしてたから、うん、僕ノブかなみたいなのちょっと思ったね。シルバーバックってことにしちゃったまあでもシルバーバックで、はい、うん、ヤス2ポイントだね、はい、よし、じゃあ次歌詞の問題しようか。いや、ね、ちょっとそういうのが一番危ないんだって。大丈夫大丈夫、聞いてるんだから。歌詞も毎回聞いてるでしょ。聞いてるね。いきます。ひまわりの歌詞の中で小さい頃覚えたのは何でしょう。なんで黙っちゃうの。ちょっと待って、放送事故喋っといて放送事故になんない。喋っといて、めっちゃ考えてる、うん、これね、ひまわりってあるんですよね、よく茶化されてますよこの二人。え、僕も、うん、うん、カネはね、下で振ってる休み、うん、え、なんだっけな、これ小さい頃覚えたのは何でしょう、うん、はい、もう締め切りますよ。ちょっと待って待って、わかっ、そうそう、わかる、あるんだよね、うん、小さな頃、はいはいはい、3、ちょっと待って、2、1。悲しいよ、私は悲しいです。え、ちょっと全然わかんない、なんかね、でもなんかかくれんぼ、そう、なんかそういうさ、そういうニュアンスなんだよ、なんか、はい、カナヤ笑顔ブッブー、なんだっけな、そんなニュアンスは前習いですね。あ、そうだ、はい、そうだ、前習いですよ、はい、前習いが苦手だったよっていう話。これからかくれんぼにして、どうしてじゃあちょっと最後の問題にしようかな。う、最後の問題ね、何にしようかな。じゃあ歌詞の問題にしましょう。うん、You are not me、 さっき聞いたから、はい、うん、You are not me の歌詞の中で、きっとこんな世の中じゃ、なんと言ってる、きっとこんな世の中じゃ、どうした、え、これサビだからね、わ、ね、ね、うん、かるんですよ、きっとこんな世の中じゃ何がどうした、えー、え、マジショック、ちょっと泣いちゃう今回は。っ、
きっとこんな世の中じゃ愛を、あ愛をまで言っちゃった、愛をね、愛をは過去、え、そこまで言ってわかんないの、ショック、私今日泣いちゃうわ、愛を、わかりますよ、しかもさ、世の富の中で 2,3 回言ってると思うんだよね、サビは必ずそれを言ってるから、愛を愛を愛を叫んでも聞こえやしないですよそうだよね、愛を叫んでも聞こえやしないよって、全然ダメだったね、まあ、全然ダメ、もうちょっと泣いちゃう、ね、歌詞の問題出したくない出したくない、めっちゃダメ、リベンジさせてくださいよ、え、ちょっと待って、ね、ちなみに最後1個だけちょっと聞いていい、うん、もう1問だけ出していい、すぐ終わるから、うん、で、ボクテラの中で僕はって何回言ってるか分かる、4回、おー分かんなかった、じゃあポイントあげるよやった適当に言ってくれた、いや違うんだ ね、 あのね、僕を頼りに僕は叩いてんだよね、あ、そう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 、僕は僕は、そうそうそう、うん、あそこしか言ってないからね、うん、僕は、あ、そうなんですね、そう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 、あとは僕のとか僕をとかは言ってるけど、うんうんうん、いや、あ、今回も発作テストなんかゲッソリだわ、勝手にあ、こっちもゲッソリを、ね、私もゲッソリだわ、白熱したけど、うん、ちょっとなんか告知あればどうぞ、はい、今月の最後の水曜日ですね、8月の31日、横浜の関内駅から徒歩3分ぐらいのシルバーバックというお店でアコースティックのライブをしますね、いい、はい、演奏は梅、今日お休みですけどキーボードの梅に頼んでてね、ボーカルとキーボードだけの、うん、はい、しっとりとした、でその後ちょっとオープンマイクみたいなこともやるので、お、いいねいいね、はい、いらっしゃってください、いえ、皆さんお待ちしてますよ、はい、お待ちしております、じゃあ次回の放送は9月の23日です、はい、じゃあ今回のパーソナリティは、せーの、ホッサでした、バイバイ、またね、また聞いてね、あごめんって、ごめんって一年写真、えー、もう何でもいいんだろ。